回訪れたのは、さいたま市にあるネストベーキングカンパニー。さいたま市浦和区の住宅地の中にあります。店内にはケーキやマフィンなどの焼き菓子が並びます。スコーンやキャロットケーキも人気だそうです。アメリカンナイズされた店内はブルックリンのカフェをイメージしています。こちらではテイクアウトかイートインを選べます。オーナーベイカーの石関さんにお話を伺いました。コンセプトは、アメリカンベイクを中心にした焼き菓子を販売しています。すべて店内で手作りをして焼いています、はい、きっかけというか、ここはもともと主人の実家で、私が嫁いできた時は酒屋さんだったんですね。で、いろいろありまして、酒屋さんを辞めるにあたって、場所を使っていいよって言われたので、もともと今のここの場所の隣で英会話教室をやってまして、でその時にやっぱり子どもたちにとって居場所というか、美味しいケーキとお茶と少しこうほっこりしてもらえるような場所があったらいいなと常々考えていたので、隣にカフェを作りたいなと思ったのがきっかけです。なので名前もネストって、鳥の巣というのが意味なんですけれども、みんなの巣というか帰ってこれる場所になれたらいいなと思って始めました。自分自身アメリカが好きで、特にニューヨークが好きで旅行に何度も行くうちに、日本のケーキって結構フランス菓子が多いんですけれども、それではないこう魅力を持ったアメリカのケーキに惹かれまして、でそれで興味を持って、習いに行ったりとかしてたのがきっかけです。私土日が一番忙しくはなります。はい、あとお休みを前半でいただいてますけれども、仕込みをしていたりですとか、あと卸もしているので納品に行ったりとかをしています。焼き菓子が一応中心なんですけれども、そのおすすめの中にシフォンケーキがありまして、シフォンケーキに旬のフルーツを、サンドさせていただいたケーキがおすすめになります。国産の粉と北海道産の粉と、あとやっぱ北海道産のバター、四つ葉バターと、あとフルーツなどはなるべく埼玉産のものを、使うようにして、その辺はこだわって使っております。